こんにちは、クラブヒッターのたけちゃんです。本日はパターの正しいアドレスについて調査します。これとかありますか？めちゃくちゃ。はい、本日はですね、少し、数学のお勉強からいこうと思います。今日お話しする話っていうのは、狙ったところに確実にまっすぐ打てる人がいると仮定しましょう。その方が目標、まあ、いわゆるカップから何度、どれぐらいずれるとカップインができなくなるかっていうのを少し計算しようと思います。ではちょっとお話しましょう。図を使ってお話しますね。まずカップの大きさっていうのが直径で 10.8 センチ、これはもう世界共通です。つまり半径は 5.4 センチになりますね。でここから仮にカップを狙う人がいると仮定しましょう。でこの人が中心から一度だけ右に向いてしまったと仮定します。この人がカップインするのは何メートルまででしょうかという問題ですね。はい、これね、高校数学で習う三角比っていう、単純で実は約 0.017 とか、こういうのはとりあえず抜きにして、大体何メートルぐらいかなと、まあ、皆さんちょっと予測してください。まあ、ここはあの、ね、制限時間3分と言いながらも答え出しますよ。答え出しますよ。今回は、実はこの場合は約ですね 3.2 メートルまではカップインしますというふうに、意外とするなと、一度でも意外とするなと思う方いらっしゃると思うんですが、ここには実は重大なミスがあります。ボールっていうのは、この計算でおくと、ボールが左端を通過してもカップに入る計算になってるんですよね。でもまあ理論上、強さとかは抜きにしてください、理論上ボールの半分はカップに覗かないとカップにしませんよね。ってなってくると、一般的なボールの直径っていうのが 4.3 センチです。それの半径 2.15 がカップに被らない限りはカップインしないと思ってください。つまり 5.4 センチから 2.15 センチを引いた実質カップっていうのは 3.25 センチだと思ってください。ってなると、同じ計算式ですね、一度右にずれると何メートルまでが入るでしょうかという質問になります。それが何かっていうと、はい、 1.9 メートル。つまり一度だけ右を向くと2メートルのパットが入らなくなるという計算なんです。これってすごいことなんですよ。本当にどんなにまっすぐ皆さんストローク練習しても、一度だけ右もしくは左にずれると2メートルのパットが入らない。これがいわゆる入れ頃外し頃なんて言われるところなんで、まずはアドレスがまっすぐ向けないと話にならないということがご理解いただけるでしょうか。はい、それでは、正しいアドレスが、取れているかどうかっていうのをちょっと確認する方法をお教えします。まず、これはまあ一応イーデルっていうパターフィッティングのやり方でちょっと確認はするんですけれども、まずこちらにレーザーがあります。レーザーがあります。でボールに今光を当ててるんですけども、パターのフェース面に鏡を張ったものを構えていただきます。でこれを仮想のカップやとしていただいて、実際アドレスを取っていただきます。で私がいいタイミングでボールを外した時に、そのレーザーの光っていうのが鏡に反射してここに映ります。その時にこのカップの上ぴったりでいないとアドレスはまっすぐ向けてないです。例えば左向いたり右向いたりっていう可能性がありますので、これがまあアドレスがまっすぐ向けてるかっていうのを測る方法になります。それでは今回はですね、実際アベレージゴルファー代表の下ネタの大好きなズババはスタッフにちょっとやってもらいましょう。どうせもう普通に構えていただいて。入れます。どうぞどうぞ。かますか。まっすぐ向いてます。外します。はい。わかります？これ。すっごい左向いてますけど。スタッフ左外さん？いや、引っ掛けるのが実はやっぱ多いんですよ。このぐらいのショートパットっていうのを。なるほどなるほど。これ結構ね、私フィッティングしてても気づくんですけど、やっぱショートパッド左外すっていう人すごく多いんですよね。で今スタッフのように左向いて左外してるんやったらまだマシです。要は思った方向には打ててるわけです。逆に言ったらストロークはまっすぐできてる可能性はあります。厄介なのは左向いて右外してる人の方が厄介です。今度はそれを意識してちょっと。はい、います。素晴らしい。素晴らしい。
こういうことでね、まあ多少左ですけどさっきより全然軽減されてるんで、やはりそもそも自分がどっち向いてるかっていうのを知っておかないと、左向いて左外した、それを嫌がって右に押し出して外してるっていうと、もうストロークが波を打ってしまうんで、やはりアドレスがまずまっすぐ向けてる、その次にストロークをまっすぐ打つっていうのが大事だと思います。はい、まあそういうことですね。今見ていただいたように、実際、ご自身ではまっすぐ構えてるってなってもですね、意外とカップに対してずれてることって多々あります。これはもうフィッティングをしてたらですね、本当にぴったり合ってる人の方が少ないんじゃないかなって思います。だから一度そういうのは確認された方がいいと思います。どんなにストロークまっすぐ打つ練習してもアドレスで間違ってたら元も子もないですからね。はい、今日は分かりやすく、まあ、アドレスのまっすぐ向けてるかっていうふうに、まあ、お伝えしたんですけど、僕らは一応これパターンのエイミングって呼んでます。まあ、要するに狙ったとこにちゃんと構えれるかっていう役なんですけども、要するにエイミングがまず取れてないっていうのがもう絶対的に、まあ、プロはまずエイミングから見ますからね。エイミング見て次距離感っていう順番です。だからもちろんまっすぐ向けてないので距離感もクソも、でその後はストローク、まあ、だから本当にまずスタートがエイミングなんです。なのにアマチュアはそのエイミングっていうのは、もちろん測り方がわからないっていうのもありますし、実際測ってこういうふうにできるところも少ないっていうのもあるので、どうしても距離感とかストロークっていうのを先に持ってくるんですけど、せっかくいいストロークしてもまっすぐ構えてないせいでどっちかに外れてしまった、それを嫌がって、今度ストロークを崩すっていう、すごい典型的なダメなパターンになるので、そこをまず確認するっていうのが前提ですよね。これも言ってしまえば元も子もない話を言ってしまうと、パターってすごいミスの連鎖で入るって言われてるんですよね。アマチュアゴルファーには典型ですけど、左向いて右に押し出したら入るんですよね。はい、だからミスの連鎖で結局は入れば勝ちっていう風になっていくと、そういうこともまあ、あり得る話なんですけども、確率的にはやはり悪いのでちゃんと見直しましょうという話です。これを直す方法っていうのは、2つほどありまして、1つはまあ私たちが知っているそのパターフィッティングっていう、もう要は自分のアドレスを直すというよりはクラブがそっちへ向く方向っていうのを選ぶっていう、まあ、これネックの形とかで結構変わってくるんですけど、ネックとか来角とかっていうので変わってくるんですけど、ただそれが本当に正しい解決方法かどうかっていうのはちょっと分からなくて、やっぱり左向く人は右向くアドレスを練習する、もしくはその今使ってるパターンのせいで左向いてる可能性もあるので、まあやっぱりクラブも自分のその技術も磨かないといけないと思います。そうですね、まあ結構アナログ的な方法で言えば、例えばこういったものがフェース面にくっつくんでしたらね、こうね、こういうふうにくっつかないですね、まあ、ただその一番いいのは後ろから誰かに見てもらうのが理想です。プロが、まあ、今年から禁止になりましたけど、プロが、ショットでもパターでもそうですけど、キャディーさんを後ろに立たせてまっすぐ向けてるかどうか見てるっていうのは、やはりそれだけアドレスがうまく取れないっていうのが前提なんですよね。だからやはり真後ろから見てもらって向けてるよっていう一言があるかないかだけでも全然変わりますね。簡単にいいのでパターフィッティングの内容っていうのを、そうですね、パターフィッティングはだいたい1時間かかるんですけども、まず今やったエイミングで、これでエイミングが、まあ、そのネック形状なのか来角なのか、もしくはその線の引き方なのかっていうので、エイミングがまず取れるとこまでいかないと次のゾーンに進みません。でエイミングが取れた時点で次はタッチ合わせ、要は距離感ですね、距離感再現性、これを合わせます。でその2つが、うまくいくものを見つけた上で、うちは実際天然の芝がありますので、グリーンで実際、打ってもらって納得してもらった上で、まあ、オーダーするしないを決めてもらってます。パターに非常に悩んでる方が多いと思うんですが、うん、そんな方にさっき一言、はい、パターっていうのは、まあ実は子供から大人まで均等にできるものでありながら、プロが最も悩むものなので、本当にパターっていうのが、まあ、どれほど重要かっていうのは、皆さんアマチュアの人の方が考えてなくて、プロの方がもっとしっかり考えてるんですけど、まあ、とにかく一度フィッティングを受けてみて、それで自分の癖を知るっていうのは大事だと思いますので、まあ、ぜひ一度受けに来てください。チャンネル登録、高評価で、ね、タケちゃん動画にすぐにアクセス。
チャンネル登録よろしくお願いします。